ず最初の作品なんですけれども、昨日から東宝シネマズ梅田、それから東宝シネマズ難波ほか全国ロードショーになっております。サバタンご紹介します。これタイトルなんですけれども、ローマ字でサバタンと書いて、その後カタカナでサバタンと、書くようになっているんですよね。でこの映画なんですけれども、今年見た映画の中でもうベスト10に必ず入るっていう映画なんですよ。80年代の長崎が舞台で、そのイルカを見るために冒険をする2人の小学校の少年たちのひと夏の経験を描いたっていう、もう心温まる物語なんですよ。1986年、昭和61年ですから、36年前が舞台になってまして、この時っていうのはほとんど皆さん携帯持っていらっしゃらなかった時代で、昭和っていうイメージ、ノスタルジックな部分っていうのがいっぱいまだ残ってた、そういう時代の物語なんですね。両親と弟と暮らすその久田くん、彼が主役になります。小学校5年生なんですね。でこの久田くんはですね、筋肉マンの消しゴムと斉藤由貴さんが大好き、もう明るくって毎日楽しく送っているっていう男の子なんですね。そしてもう一人がひょんなことからですね、貧しくてクラスメイトから避けられているという女性がいるんです。その同級生の名前を竹本くんって言うんですけれども、この竹本くんが急に久田くんのところに来て、一緒にイルカを見に行こう、ブーメラン島へ行こうって誘うんですよ。なんで僕って彼も思うんですけれども、じゃあ一緒に行こうかっていうことになって、まあ無理やり連れられて行ってるような、そんな感じにはなるんですけれども、二人でそのイルカを見るためにブーメラン島を目指すことになるんです。でその道すがらなんですけれども、もうすごい坂があったり、その自転車が途中で壊れてしまったり、またヤンキー風のお兄ちゃんたちですよね、絡まれたりしても散々いろんな他にも目に遭うんですけれども、この冒険をきっかけにね、2人は急に仲良くなって夏休みを楽しくこう過ごそうとしているわけなんですね。でもそこからあることで、まあ久田君は誤解をしてしまうんですよね。思う、なんていうのかな、言葉のあやっていうか、そこで、もしかして僕は友達って思われてなかったのかなっていうようなことがあって、新学期になるとなんか竹本君に声をかけなくなってしまうわけなんですよね。でそこにまた悲しい出来事が起きてしまってっていうような、そういう物語なんですけれども、監督脚本はですね、この作品が初映画となります金沢智樹監督で、この金沢監督、長崎出身で、ご自身の少年時代をもとにしたオリジナル脚本になっております。ですから、空とか海に囲まれたその長崎のロケーションがね、先ほど言いましたように、昭和の懐かしさを感じさせる、ノスタルジックな世界観に包まれてるんですよ。なんともこう、心地よい映像なんですよ。でこの金沢監督はもともとお笑い芸人としてデビューをしているんですけれども、いろんなバラエティ番組の構成作家として参加をして、でその後劇団を旗揚げして、その後テレビドラマ舞台の脚本とか演出を手掛けてきたという方なんですね。で初の映画作品の温かさに触れていただいて、あ、この監督はこんな少年時代を送っていたんだっていうのを皆さんね、こう分かっていただけると思うんですけれども、このね、2人の少年をよく選ばれたなっていうぐらいいいんですよ、この少年2人。もう演技にね、キュンとしてしまって、ある場面で私2回泣いちゃったんですよね、この2人の演技で。泣いてる私って言うと、ポロポロポロってこう涙が出てしまって、それはね、温かい涙なんですよ、悲しいことではなくてね。で今回この久田君と武田君を演じた子役さんなんですが、無名の全く演技経験のない2人を大抜擢してるんです。ですから素直な演技なんです。まあちょっと言葉が悪いかもしれない。
しれませんけど、手垢がついてないっていうか、ものすごくあのピュアな感じなんですよね。そこが良かったんだと思うんです。でもやっぱり初めての演技ですから、監督と3人だけで台本の練習を重ねて、撮影 2,3 週間前から台本なしで練習をしたっていうことなんですね。で、この久田君が竹本君の家で、竹本君の兄弟たち、竹本君のところ貧しいんですけど、兄弟いっぱいいるんですよね。その兄弟たちと遊ぶシーンがあるんですけど、最初はね、カメラを回さなかったんですって。で、普通にこの彼らたちが遊んでいるシーンをずっと、シーンっていうか場面をずっと見てて、あ、今がいいな、今一番いい雰囲気だと思ったところで、初めてカメラを回してるんですね。ですから子供たちはカメラが回っているっていう意識が全くないんですよ。普通に遊んでるところを勝手に撮られたっていうような感じになるので、その遊び方も自然なんですよね。だからスッとこう入ってくるんだろうなというふうに思いました。いや、やっぱりその自分の高校時代にタイムスリップしたような懐かしさを感じる映画っていうのは最近少し少なくなってきてますもんね。やっぱり昭和の人間ですから、だからこの昭和感のノスタルジックさっていうものにキュッといったのかなって、今の平成生まれの方とかが見られたらどうなのかななんて思ったりもするんですけれども、でもやっぱり普遍的なもんだと思うんですよね。イルカを見るために行こうぜって言って2人でいろんな冒険をするっていうのは、今の時代、まあ子供さんでも携帯、皆さんが小学生を持ってるわけではないですから、防犯ベルみたいなのはね持ってるかもしれませんけど、やっぱりそういうなかった時代にこういう冒険をするっていう、そのワクワク感、それから不安っていうところがこわーく出てるんですよね。で、この久本君は番田一郎君っていう小雪さんが演じてるんですけれども、すごくね、あの可愛いんですけどちょっと弱虫なんですね。そして竹本君の方は原田幸之助君が演じてまして、強くてしっかり者で怖いもの知らずっていう、この2人の対比もまた面白いんです。で、この原田幸之助君なんですけれども、実はおじいさんが原田芳雄さんなんですよ。原田芳雄さんのお孫さんで、あの幸之助君が1歳の時に、まあ、おじいちゃまが亡くなっているのでほとんど覚えてないそうなんですけれども、あの原田芳雄さん、おじいちゃんの坂本淳二監督作品の大鹿村騒動記っていうのがあったんですけれども、それを見て真似ていたということで、渋いですよね、見てる映画もね。ですからやっぱりそのちょっとアウトローな感じっていうのはおじいちゃん譲りなのかなっていうふうにも思いました。そして久田君の方の両親役がですね、竹原ピストルさんと小野真知子さんなんですよ。まあ個性的、個性的、もう最高の両親で笑ってしまいました。小野真知子さんって本当何出ても面白いなって思いますよね。この九州の言葉っていうのもバリバリに何したかパーンとかっていくんですよね。もう小野真知子さんって言ったりして、竹原ピストルさんもちょっとなんか頼なさそうで、あのかかでかみたいな感じのお父さんなんですけれども、すごいいいんですよね。分かってるんですよ、子供の心っていうもの、そこがすごく良くてね。いや、いいお父さんとお母さんでしたね。そしてこの映画には草薙剛さんが登場します。もう冒頭とラストに登場するんですけれども、大人の久田君を演じているんですよね。この草薙さんがどういう形で映画の中で登場するのか、それから「沢田」というタイトルはどこから来たのかっていうのは映画館でご覧いただきたいと思います。もう絶対はベスト10に入ると思います。おすすめします。たまらなく、たまらなく愛おしい作品でした。沢田おすすめです。